今回はね、そう、もう今日は、まあ、とりあえずネタがないから、またランキングをやっていこうかなと。今回は、フォートナイトのファンメイドスキン、まあ、ファンが考えたスキン、ファンが作ったスキンかよくわかんないけど、そのスキンのランキング。まあ、ちょっとね、やんのはちょっとかわいそうなんやけど、ちょこのランキングはね、ちょっと俺が見たい。ファンメイドスキンランキングをね、ちょっと見ていこうかなと思うね。あ、これですね。いや、ニャスルってファンメイドだったんやね。それは知らんかった。1位が 78%、まあ 3% ぐらいかな、サーンの。てか、この辺ってファンメイドだったんだね。え、ビーフボスもファンメイドなんだ。これは知ってたな。やっぱこの3つ。あ、けど、そこまでぶっちぎりって感じじゃないんやね。この辺とかも、接戦よ。ここか。あ、けど、これ1位はぶっちぎりやな。まあ、こんな感じらしいですね。ファンメイドだったんよね。この辺も。これとかも。ああ、はいはいはい。この無料スキンとかもファンメイドだ。あ、これは有名よね。オーラの男。あ、ビリが、もうアイコニックのパチモンみたいな。パチコニックが、もう ビリっていうか、言い方ちょっとひどいけど。が、あまり人気がない。一番人気がないらしいですね。へえ。パチコニック系全部人気ないじゃん。かわいそう。ファンメイドで人気ないんでしょ？めっちゃかわいそう。ちょっとかわいそうだな。え、けどファンメイドで、あ、けどやっぱりね、やっぱ俺たちの王が使ってるスキンだけあるよ。うん。ヒカキン様が使ってるだけはある。すごいね。だってもう 27% と 78% も圧倒的差あるよ。アイコニックのパチモンみたいなやつが一番人気なくて、まあ、ニャッスルが一番人気あるらしいですね。